今、自殺者が非常に多く増えておりますね。やっぱ私はもったいないと思いますね。私が時間あればそういう方と話してみたいんですけど、まあ私の持論はね、やっぱ神様は試練を与えるんですよ。その人を成長させるために。この人が社会のリーダーになる資格はあるかないか。そういうことも含めて。だから苦しい時、辛い時は試練と思ったんです。神様が自分の与えてくれ試練やと。よし、俺は乗り越えるぞと。ね。ただ乗り越えられるんですよ。私は経験しましたから。いや、私も実は、死にたいなと思ったこともあったんですよ。もうバブル崩壊直後はね。直後、死にたいと思った時もあった。自分のビルの上から飛び降りようかなと思ったことあったけどね、こんなことじゃダメやと。子供もおるし、家族もおるやないか、社員もおるやないかということで、頑張ってきましたね。結果的にそれが今ものすごい役立つと。その経験がね。経験が、試練を乗り越えた経験が。そのいろんな試練もありましたけどね、やっぱ本当これは神様が与えてくれたと。やっぱりいいことをすれば必ずいいことありますよ。で、ギブアンドギブという話をよく私するんですけどね、やっぱギブアンドテイクはないんですよ。ギブアンドギブ、そうすれば必ずいいことありますね。周りが見とりますよ。世間が見とる。やっぱ周りの人に、感謝することね。だから私はサンクスカードというのが非常に社内に、人気ありといいますか、流行ってるんですね。そうですね、サンクスカード、感謝しましょうと、ありが感謝しとうまと、しょうと、ね、社員さん同士が。そうそうそう、お客様同士とも、サンクスカードは飛び交ったんですよ。お客様と社員さんの間で。はい、私の居酒屋、カラオケも、介護施設もサンクスカード置いております。で、それに変えていただくんです。だ案から内してもくれてありがとうございましたう、と。そうそうそう。社内で、その口に出すのが、ちょっと恥ずかしいようなこともありがとうと出していくと。そう。ただね、もう書かないと日は暮れない。書かないと帰れないじゃん、感じになってね。だいたい私なんか毎日書きますからね。毎日書いてる。1ヶ月に30枚書くわけですから。毎日1枚本日書き1ま枚す。ずつ書いてる。なるほど。だから相当な数になるんですよ。皆さん結構書いておりますよ。それを2900人が毎日やってらっしゃる。3300人が今3300人いらっしゃるんですか。3300人。なるほど。だからこれはやっぱ人間誰でもそう、褒められたら感謝されたら嬉しい。ただまたまギた。ブアンドギブ紹介になるんでね。これがいい循環になるんですよ。その善のスパイラルをそうそうそう。作っていく。で、お客様との交流、先ほど言ったね。お客様も喜んでくれます。これがやっぱ大事と思いますね。内山社長はですね、その影響を受けた人物の話をちょっと聞かせていただきたいんですが。いやー、本当いろんな大先輩にね、お世話になった、励まされてきましたね。だから、特に船井宗家の船井幸雄先生には、勉強になりましたね。名刺を受けたのは平成5年バブル崩壊した時でした。一番へこんでる時ですね、そうそうそう、一番もうどん底の時精です。神的に落ち込んだ時でしたね。みんな私から離れましたから、取引先やらね。 その時に船井幸雄先生からいろいろ嫌なこと、辛いことあるであろうと。しかしそれを全てプラスに考える。プラスはそうしようと。さあ、そうしよう。一つ目。それともう一つは素直さ。素直さ。人のアドバイス。世の中に動き、いろんな試練。これらは素直に受ける。先ほど言いましたけど、神が与えてくれた試練と思って素直に受ける。で、勉強しよう。勉強しよう勉強することによって、無知であることが分かる。人の思いやりも分かる。人の思いも分かる。勉強熱心。この3つが大事だと教わりましたね。私、これは素直に受けることができました。で、船井幸雄先生の本もたくさん読みましたし、いろんな方の本読んで、本当納得できることがいっぱいありましたね。
これは私の人生変えましたね。変えた。はい。どん底の時にその船井幸雄先生にお会いされて、うん、それからその3つの教えを教わって、うん、それから内山社長の人生はどういうふうに変わってきたんでしょうか。明るくなりましたよ。明るくなった。でね、全てがうまい場に行き出したんですよ。社員もよく働くしですね、はい、うん、それまでは そうではないこともあったんですか。うん、やっぱ辞めたりね、はい、いろんな不正もあったんですけどね、もうよく働くの。私は今もう夕方になると早く帰れ早く帰れって言うんです。社員さんが、うん、あ早く帰れって言うんですよ、はい、まあ、残って仕事するから。あ、皆さんがですね、うん、はい、昨日も私は仕事でこう9時頃帰ってきたらまだ仕事しようんですよ、はい、早く帰れ早く帰れってで私はまあそういう感謝の気持ちでね、はい、冷蔵庫にいつもジュースを入れとるんですよ、たくさん、はいはいはい、で、ジュースとコーヒーね、はい、はもう10年飲ませておる、飲んでもらっとる、はいはい、でお客さんからいただいたお菓子なんかもね、はい、その時全部出してね、なるほど、うん、いや、よう頑張ってくれましたよ。なるほど。我が社の数字がいいのもそういうとこあると思うね、うん、その3つ、プラス発想と素直さと勉強好き、勉強熱心、うん、これは本当今でも正しいと思いますね。もう私の基本的な考え、血となり肉となっとる、うん。